はい、では授業しましょうか。今夜何の話しましょうかね。ですね、先ほど中国語の練習やってたし、あとその前に、日本語じゃなくてそのスペイン語の練習やってますね。そしてまず何を話したかというと、天気のことなんですからね。なんでそのこういう授業が始まると天気の話やるかというと、まあ、あの実はですね、自分はよく歩いたりするから、そして例えば朝は雨じゃない場合だったらば、その、昼間になるとまだこういう晴れた天気になるかどうかですね、知りたいんですからね。例えば昼間に雨が降ると自分もそういう情報が、必要となっているからですね。なぜかというと、歩いてるからこそその、その何だろう、その、傘ですね、傘を持っていくと、いいと思いますからね。つまりその情報がなかったら、朝持ってなくて出かけるともう大変ですからね。大変というと待たないといけないですからね。例えばその場所で、待っていてもう帰れなくて、大変になっていますからね。時間としてですね、時間としてそんな、待たないといけないし、だからその前にすで、に分かっていれば雨が降ると、それすでに分かっていればちゃんと準備するわけですからね。傘を持っていくわけですよね。で、実はですね、傘前に持って行ったんですけど、習ったのは早い、もっと早いのはこういう、なんだろう、その、フードがある、もの、ね、それを使うようになったんですよね。まあ、傘前はよく、持って行ったんですけど、結局、このフードの方がいいと。あと、そうだな。もしすでに分かっていれば、その雨が降るともう出かけないそういうのも しますし、あと、まあ、床のところもですね、水の方はですね、そのところにこういう水があれば気をつけないといけないでしょう。だからそういうこともやってるんで、そして、情報がすでに分かっていればもう出かけないという、判断も来ますからね。はい、そういうことなんで、つまりその情報として、この天気に関して、何をするかですね。もしこのパターンが分かれば、例えば今月、のパターンとしてこういう朝晴れる、そして昼間雨というパターンだったらば、まあ、その次の日にそういう予測ですね、できるんで、そして、まあ、何の行動をするかですね、もう、それ用意していいでしょうね。はい、実はですね、今日の天気だったらば、昨日の天気も同じだと思いましたね。つまり、明日として何の天気が来るかというと、僕が考えると、それまた同じだと思いましたね。はい、これ、今月の、なんだ、そのパターンとしての、天気なんでしょうね。はい、そういえば今月って、7月なんでしょうね。そしてまあ5年前以上だと思うんですけど、銀行にいた時に、あれは BPI なんでしょうね。その、バンクオブザフィリピンズね。フィリピンズっていう銀行に行ってたんで、そして当時はですね、あんまり、金持ってなくて、そして、まあ、ある程度、こういう、製品、まあ、製品、言われる製品なんですけど、これ、プラナヘッドっていう製品なんですけど、そして、それを使うと5年間入れた金、動かさなくて、その後利益が出るわけですからね。で、例えば利益としてどれぐらいだろう、今それ聞いてみたら、
何でしたっけね、その 4%、 4% ネットだって。でだからその時はああなるほどそういうのあるんだって分かって、入れたわけですからね。で徐々にですねその入れた金は、まあ儲かるって言うんでしょうね。だから入れたからこそ儲かるっていう予測があるから、で儲かってその儲かった金は何をするかですね。でこの金は徐々に儲かって、で自分も働いてるでしょ。で働いていて、金を入れて、で結局その、余ってる金はどういうふうに使うかですね。で、またその銀行の人に、それを聞いてみたら、あれまた7月なんですけど、で、前に行った時に7月で、でそのもっと高い利益が出る、こういうプロモ、いわゆるプロモが8月ですね。8月に、あるんでして、で、今回、それプロモがまたあるかって聞いてみたら、やっぱもう、すでに使ってるんでしょうね。自分はこのプランアヘッドっていうプロモをすでに使ってるから、で、できる、利益はもうすでに出してるんでして、でそういえば8月と、実は VPI の、記念なんでしょうね。その毎年8月になると記念があるんでして、そして、その最初に聞いた時にあれプロモがあってもっと高いあの利益が出て、その次に、それを聞いてみたらもうないでして、あの利益がもうもらえる利益がもう出してるんですって。はい。でもう一つなんですけど、そのそのチーフとして、その、名前としてですね、その名前の方なんですけど、アゴストっていう名前も思い出しちゃいますかね。アゴストとアゴストっていう、月似てますよね。そしてだから、8月になるとこういう記念日を思い出して、いいですよね。思い出せていいですよね。で、じゃあもうすでにこのできる利益もらっているといえば、他に何かできるかですね。投資として。で、なんだろう、その知るようになったのは、結局こういうもっと高い利益が出る製品ですね。まあ、製品とかサービスとかでもいいんですけど、まあ、思い出したのは製品という名前、製品ということを読んだと思い出してるんですけど、まあ、とにかくそれはもっと高い利益が出る、こういう製品があるんでして、ただあれに金入れると、もし何かの問題が発生されたら、そしてそのお金はなくなったら、もう喧嘩とかしないですね、しなくなってるんですよね。そういう状況なんですからね。もうなくなったら、喧嘩に来るのはそれダメだ。だからそういう、リスクですね、リスクとしてあるんですね。高い利益出るけどリスクはあるんですって。それで自分は考えてみたら、そうか。だけど、もう儲かってる金はどこに入れるかですね。あと、もうこの銀行に信用してるからですね。金入れてるから。だから、じゃあその金は、そういう言ってる、もっと高い利益だけど、もっと高いリスクもある、製品に入れてみようか。ね。で、それ調べてみたら、実はですね、このプランアヘッドね、この 4% の製品だとしたら、確かにあそこに入れてるんでしょうね。あそこにも入れてるんでしょう。ただ、人たちは、こういうリスクとか、そういう、なくなる状態とか、もう怖がってるんですからね。そこに入れるとね。で、実はですね、フィリピンの銀行、として、そのバンコセントラル、フィリピン銀行の、
セイフォのフィリピン銀行ってっていうところをね、によるとこういう保険として、50万ペソしか、返せないんでして、だからもし50万ペソをもらってってなくてもう、預かってね、預かっているんだったらその余ってるの方はどこに入れるかですね。だからもしこの銀行に信用してるんだったらは、じゃあその銀行の、製品ですね、もう一つとかそのもっと高いリスクけどもっと高い利益が出る、製品に入れてもいいんでしょうね、はい。まあ、やっぱりその他の人だったらじゃあ他の銀行 に入れてもいいんですって。ただその他の銀行だったらばどれぐらいの利益が出てくれるかですね、それも考えた方がいいでしょうね。例えばその利益は 2% しか来れないんだったらばじゃあその入れたお金はどうなるんですかね。もう預かってるままで、まあ、あのそういうやり方もあるんですからね。あの例えばこういう銀行だったらば行ってるところにいっぱい ATM があるわけで、じゃあ別にその便利になるでしょう、ね、探さないとその信用してる BPI の ATM を探さなくてもすぐこの他の銀行の ATM 見つかるわけで、じゃあそのそこに入れていいんですけど、ただそのもし、頭ね、頭に考えてるのはこういう頭にあるものは、もっと高い利益っていうことだったらば、じゃあこの信用してる、銀行に入れていいんでしょうね。はい、そういうまあいろんなやり方あるんですけど、まあ、こういうやり方が一つなんですよね。で、ただその投資ね、まあ、投資って言ってるんですけど、それをする前にこの紙ですね、答えないといけないなんでしょうね。答えないといけないし、で何書いてるかというと、その自分の、リスクね、どれぐらいのリスクが、いいかっていう質問とかですね。まあ、それを書いて、で、スコアもあるし、で、計算してくれると、はい、じゃあ、この高いリスクの製品がいいんですって。だから、ある人は、こういうリスクね、受け入れないからね、金なくなったら、もう本当に大変になっちゃうから、もう家族もとかいるし、とか、そういうことですね。だからそれ、スコアから分かるわけですからねだからもし他のお金を持っていないんだったら、で全部なくなったらどうなるんでしょうね。そういう問題は当たり前なことなんですけど、あとそのこういうワクワクするね、ワクワクする気持ち、まあそういう人も来るかもしれないからねそうなんか全部入れて、そしてなくなって、もうなくなる、本当になくなるんですね。っていうんだったらば問題になっちゃうから、だからその前に、じゃあ、あなたのこのリスクね、どれぐらい受け入れるかですね、それ調べないといけないんですからね。はい。で、あそこに入れて、もっと高い、利益。で、どれぐらいだろうね、その高い利益って、例えば 6% ね、6% ぐらいの、利益が出るわけです。4% から 6% になるわけですからね。で、そうだな。あれは、例えば、調べてみたら、今のところだと、僕の1ペソですね。1ペソ、これは実はですね、クォーターですね。クォーター。クォーターっていうのは、その、Q4 とか Q1 とか Q2 で、言うんですけれども、例えば、その、前の、クォーターだったらば、だから、その、前のクォーターって、その、なんだろう、その、先月ですね。1ペースをね、持ってるのは1ペソで、で、今月に来ると、あれは10ペースになるわけですね。10ペソ。で、やっぱ人はこういうのは聞くんですけど、じゃあ次の月に、
また10ペースですか。そうだな、下がる時もあるし上がる時もある、そういう答えなんですからね。で実はですね、こういうやり方だと、そこが、カニも本当に、カニそんなにたくさん持ってないから、だから、ミューチュアルファンドっていうんですからね、その他の、こういう投資とか、この貯金したい、あの貯金して投資、なんだ、その貯金して儲かりたいとかね、その儲かるために投資する、やり方ね、その人たちもそういうことを考えてるから、で本当に僕らもあのそんなたくさん金持ってないから、でそれを集めてね、集めてで多くなるでしょう。でその多くなってる金は、例えば政府の何かのプロジェクトとか、何かの、こういう電車ね作るための、プロジェクトね、その金はそこに入れたり、あとそのエネルギーに関する、プロジェクト、政府のプロジェクトにこういう金入れたりするわけですから、そして、その集めた金、そのあんまりそんなにたくさん持ってない、金持ってない人たちは集めて多くなって、で利益が出るわけですからね、そういうふうにやってるんですからね。だから例えば僕は1ペースだけ持ってる、でも、この100万人1ペース持ってる、結構100万ペースになっちゃうでしょだからそういう金はあのこの政府のプロジェクトに入れるわけですからね。あと自分はですね、その1年以内にすぐ取るわけじゃないからね、それは5年間以上ね、5年間10年間こういうことを、あそこに入れるわけですからね、それで、儲かるわけですよね、つまりその入れた金は自分の、生活費として使わないんですからね、自分の、生活にはこの仕事で、もらう、ね、収入としてもらう金を抜けるんです。抜けるというかな、まあ、あのそのもらう金はあそこに、この生活費に入れるんですね。で残ってるのはこういう、投資とかこういう貯金してるわけですからね、そういうことなんですね。で、じゃあ5年間10年間で、そういうとじゃあ、例えばあなたは仕事をしてるでしょう。であと若いというと、こんな5年間10年間20年間待っていてもそんなに構わないみたいなことだったらば、すぐ、あのその緊急時代、緊急時代にならないし、その金は置いといてもいい状態だったらばいいでしょうね。そういう、考えなんですからね。で思い出したのは、まあ、あの確かに日本の人もそういうことをやってると思いますからね。だからあの、まあ、教科書までも書かれてるからね、あの日本の人は結構貯金したりするから、でそのたくさんの人はこういうことをやってるから、だからもうプロジェクトとしていっぱい金すでにあるわけですからね。でそれ調べてみたら、そのプロジェクトとして、まあ、国内もあるし、でその外ね、こういう ODA のことも あるんじゃないですか。であそこに行くわけですからね。でその ODA というと、誰がやるかというと、その日本の会社ね、その例えばインドネシアとかフィリピンとか、こういう電車のこととか、フィリピンの、の関係も、強くなるし、でそのプロジェクトのこともね、その日本の会社も関わってるし、そういうふうに、その金は、出すわけで、あとその、儲かるね、儲かる、やり方になりますよね。はい。でじゃあやっぱそんなにたくさん人ね、直飲していると、何かの、悪い結果あるかなね。まあ、考えてみたら、多分ね、その、たくさん、そんなにたくさん人がいると、で、選んだ銀行だったらば、その国内とかね、国内のプロジェクトしかなくて、その、海外のプロジェクトがあんまり、よく予測してみると儲からないだったらば、じゃあ、こういう、状態になりますからね、そんなに高く、
利益として出してこれないみたいなあの状態になってると思いますからね。そういうまあそれ考えてみたらだけですからね。でフィリピンの場合だったらば、まあ、国内のプロジェクトがね、それはやっぱ必要となってるんですかね。例えばその、道路だけですからね。日本の道路だと田舎に行っても自販機もあるし、あと道路のちゃんとしたあのアスファルトね、もう、作られてるし、で、フィリピンだったらばそういうのないんですよね。その田舎、ある田舎はそういうのまだないんだよね。電気も確かにまだないし、あと道路としてもう行けないね、そのちゃんとした道路もまだ、作られてないとかね。だからいっぱいあの国内のプロジェクトがあるからね。ただどういうふうにそれも、儲かるかですね、それも考えないといけないしね。思い出したのは金出して結局その人たちは金もらうだけですかね。プロジェクトとして何もね、できないとか、出来上がらないとかみたいなことになったら、本当に、儲からないからね。それどこにやったらロースになるんですよね。ロース、損になるんですよね。損。はい、そういうこともありますからね。なぜそういうことになってるか、まあ、先にその人たちの能力もね、知能もですね、そこないんだったらば、金だけ考えてると、もうその仕事としてあんまりちゃんとしてないし、あとできることはどれぐらいできるか、これだけね、これだけできる、コンピューターも使わない状態、アプリケーションとかソフトウェアとかあんまりそういう知能が持ってないんだったらば、結局金優先してしまうとね、そのプロジェクトの結果はどうなるかですね。儲からない結果になると思いますからね。また思い出したのは、例えば、こういうソフトウェアでもね、ソフトウェアのプロジェクトがあるのに、で、その人は、開発者で、そして、まあ、どうすればすぐ儲かるかっていう考えだったらば、じゃあ他の会社に行って、で、こういう、ジョブホッピングっていうやり方で、結局、儲かるみたいなんですけど、この開発者なんですけど、そのプロジェクトとして何も出来上がらない状態になったらば、結局その業界として崩れちゃうわけですかね。そういう、危険ね。危険もあるんですからね。はい。そういう、こともありますからね。だからリスクあるんですからね。本当に、例えばこういうエネルギーに関係するあのウィンドウね、その風のエネルギーとか、そのエロコスに北の方ね、あと、そういう、これはモビリティって言うんですけど、もしここら辺から、あそこに行くにはどれぐらいかかるかね、もしその時間をですね、短くしてくれたら、結構いいですよね。そういうのもね、うまくいったら、まあ、結構儲かる、ね、儲かると思われますけど、本当に、それ、ね、執行できるかどうかですね。そういうプロジェクトとして、ね、まあ、それも、ね、考えないといけないからね。そういうリスク、まあ、つまりリスクあるからね。リスク。ありますね。はい、では、授業はここまでしましょうか。今夜もありがとうございます。